イリアンパイプスの演奏イリアンパイプス、またはイーリアンパイプスはバグパイプの一種でアイルランドの民族音楽やポピュラー音楽に用いられる楽器である。アイルランド語で肘のパイプという意味。イランはアイルランド語ではイーラン、イルンなどと発音する。他の多くのバグパイプと異なり、革袋に空気を送り込むために演奏者の呼気ではなく肘に取り付けられた不意語が用いられる。 旋律を演奏するためのチャンターとツーソーンのための最大で3本のドローンの他に数個の鍵のついた伴奏用のレギュレーターと呼ばれる管を最大で3本備えている。このレギュレーターの操作は利き腕の手の甲で行われる。チャンターがオーバートーンを使用するためリード作成に高度な技術を要する。革袋に送り込む空気の湿度が呼気を用いる。 ことによって一定に保たれるということがないため出動変化でリードの状態が変わりやすい楽器である。演奏の過程でチャンターを太ももに押し付ける必要があるため立奏はできない。スコットランドのグレートハイランドバグパイプに比べて音量が小さく音を止めることが可能なため室内で他の楽器と合奏しやすい。また音楽表現の幅が広いという利点がある。 アイルランド音楽において、ハープと並んで最も古くから用いられてきた楽器であり、他の多くの楽器によるアイルランド伝統音楽の奏法は、イリアン・パイプスの奏法を参考にしている。ありがとうございます。